よお前ら、俺様だ。夜だけどそれでも太陽はボーボー待ちますね。はい、ちょっとね、今後の方針について簡単にね、まあ、自分のメモも、ね、兼ねて話そうと思います。まあここでね、言ったことはまた気が変わったらね、方針を変えるかもしれないけどね、まあ現時点でね、ちょっと今後のね、チャンネル運営について思っていることを言います。はい、もうすぐでね、動画本数が8000本いきますね。でね、前に言った通りね、インカメで動画撮るのは基本的にはね、終了しようと思います。そう、自分の姿をね、別に映す必要性がないかなと思ってたんでね、前々から。まあ、うん。で、例外としてね、コラボとかね、エプレブとかはね、やっぱり自分の姿映らないとちょっと都合が悪いんで、ね、映りますけど、それ、基本的にね、まあ、このチャンネルとかね、まあ、普通の動画はね、雑談とかは別にこう、こんな風に、今この動画みたいにね、適当にこう地面とか映しながら適当に喋っていくような感じにね、切り替えようかなと思います。はい。で、あとね、そう、チャンネル名をね、これ変更するかもしれないですね。今、世界のイケメンってことでやってますけどね。はい、まあ、これ去年の秋ぐらいからね、ちょっとチャンネル名は変えようかなと思ってたんですけど、で、俺様のね、個人名、俺様、その、チャンネル運営者の個人名は世界のイケメンのままで変えるつもりはないんですけどね、このチャンネルの方をね、ちょっと、チャンネルの名前の方を変えようかなと思います。はい、で、なんでかっていうと、前にも言ったけどね、俺様はね、別にこう自分をこうなんかね、アピールしたいというか、こう自分が有名になりたいとか、そういうわけじゃなくてね、こうチャンネルのね、数字を伸ばすことが目的なんでね、そう、なんかあんまりそのなんか自分をこう出すよりは、こうチャンネル、この動画、うん、そう、チャンネルの方をね、見てほしいっていう理由なので、まあそうだね、まあ今そのチャンネル名も世界のイケメンになっててね、そう、自分の YouTube 名も世界のイケメン、そう。チャンネル名とその投稿者名が、まあ、同じなんですけどね、そう、チャンネル名の方をね、変えようかなと思ってます。まあ、理由は今言った通りですね。そう、自分ではなくて、チャンネルの方を、こう伸ばしていきたい。自分もね、別になんていうのかな、こう、パーソナリティみたいなとこはあんまり別に出す必要性はないと思ってるんで、チャンネルの方を、まあ、数字を伸ばしていきたいかなと思ってます。はい。で、あとなんだっけな、メモ持ってきたんですけど、あ、そうそうそう。でね、早くね、ちょっと収益化したいですね。2月20日、今年の2018年2月20日からね、チャンネル登録者数1000人未満と過去365日内のね、総再生時間が4000時間未満のチャンネルはね、収益化ができなくなりまして、まあ、このチャンネルもね、収益化できてないんでね、やっぱりね、お金目的ってわけじゃないけど、やっぱお金は欲しいですからね。そう、このね、ゴミみたいな動画上げてもね、こう食べるだけの動画とかね、どうしようもない動画ばっかり出してる。それでもね、こう1円とか2円とか、いい時はね、10円とか15円とかね、1本あたり入ってたんでね。そう、やっぱり収益化できなくなるってことで、かなりモチベーションは下がりましたね。まあ動画最近あんまりね、そう、不定期更新になったり、本数が減ってるっていうのも、まあ収益化できなくなったっていうのも大きな理由の一つなんですけど、そう、モチベーションがやっぱ下がっちゃいますよね。そうだね。で、あとは、うん、まあそんなところです。で、前にも言ったけどね、動画本数がね、1万本かもしくは2万本いった場合には、もう一回ね、インカメにするかもしれません。自分の姿を映す動画を出すかもしれない。その時はもうね、仮面にしようかなと思ってます。仮面をかぶる感じはね、稲荷兄弟みたいな感じですね。うん。はい。で、まあ、その1万本か2万本達成したら、1日1本とかね、まあ、不定期更新みたいな、まあ、ちょっと普通の動画、もうちょっとまともなね、動画に、今はもう適当にもうバンバンクソみたいなゴミ動画を上げてる感じなんですけど、もうちょっとクオリティもね、こだわった動画を上げていく形にしようかなと思います。って言っても、まあ、そんなハイクオリティの動画は出せないけどね、俺様そんな技術がないからね。はい。うん、まあでも当分の間はね、まあこのアウトカメラで適当に雑談とかね、そんな感じのことをやろうかと思います。で、まあなんかインカメラの動画もいくつかストックがあるんで、それはまあ出そうかなと思うんですけど、まあそれが終わったらね、もうひたすらこのアウトカメラで雑談する動画とかね、あとは、ニュースとかについて、最近まあちょっとやってるけど、こうニュースとかについて適当なコメントをして、まあ、なんだろうね、まあこのチャンネルはね、まともなチャンネルじゃないから、そのニュースについてまともにね、なんか言及したりとか、そういうのはね、ちょっと考えてる方向性と違うんで、こうニュースについて話をそらしていくみたいなね、いつも出してるようなやつですね。それからね、やっぱり何かにね、特化したチャンネルっていうのは伸びやすいと思うんで、まあ、特化チャンネルにするつもりはないですけどね、俺様妖怪ウォッチが好きなんで、まあ、妖怪ウォッチについての雑談とか、
まあ、ネタとかをね増やしていけたらなと思います。でもまあ正直そんなに妖怪ウォッチ詳しくはないんですけどね、ジバニャンが好きってだけで。はい、あとね、そうコメント欄ですね、今閉鎖中ですけど、当面はね閉鎖したままにしようかなと思います。多分あと半、まあわかんないけどね、さっきも言った通り動画本数が1万本か2万本達成したらね、その、まあ、もうちょっとクオリティを上げるまともな動画を大量投稿じゃなくて、まあ1日1本とか、まあ、不定期更新とかでね、こう、まあ、もうちょっとマシな動画を上げていくって言いましたけど、その新体制になった時にねコメント欄は再開しようかなと思います。でそれまではまあ別にまあコメント欄なくてもいいかなと思うんで閉鎖したままにしようかなと思います。まあちょっと過去にねそのコメント欄を、前にも言ったけどコメント欄を発端としたあの重大なねトラブルが発生したので、うん、まああのコメント欄はやめとこうかなと思いますけど、クソ動画しか出してないからね、まあ、コメントするような動画でもないからね別にいらないかなと思うので、コメント欄は当分は開放しません。はい、まあでもまあ気が変わったらねある日突然あの再開するかもしれないけどね。はい、でそんなところかな。でその1万本か2万本達成したらって言ってるけど、まあ、1万本と2万本じゃね全然あの違うと思うけど、なんでその1万本か2万本どっちなんだって思うかもしれないけどね。そう、まあ、ちょっとねあの大量投稿できるそのあれを考えてまして、でもしその今自分が考えてるね大量投稿できるあのまああんま詳しくはまだ言わないことにするけど、そのね何ですか、そのできるっていうのが分かったら、まああの2万本まであの大量投稿続けるかもしれませんね。詳しくは言わないからちょっとぼかしておきますけど、まあそんなとこですかね。まあ今言ったことは今現時点での気分なんで、また方針は変えるかもしれないからね。まあ別にこれ俺様のチャンネルだからね、そう俺様のこう気分次第で考え方とかやり方とか変えるんでね。まあ、とりあえず今のところはね、そういう感じってことですね。はい。それではさようなら。ボーボー。